こんにちは。シンガーソングライターの佐藤ひろこです。まずは自己紹介がてら一曲お送りいたします。往年の名曲、上を向いて歩こう。ありがとうございます。シンガーソングライターとして活動している佐藤ひろこですが、今回皆様にご提案するのはこちら、じゃん、笑顔化計画。音楽を取り入れたレクリエーションです。利用者の皆様、そしてご家族様、そしてもちろん施設で働いていらっしゃる皆様の方々、皆様が笑顔に、そして元気になれちゃう、そんなレクリエーションをご提案いたします。介護職員だった経験を生かし、機能訓練なども取り入れたレクリエーションを今回はご提案いたします。では早速、どんなレクかと言いますと、じゃじゃん、正しい呼吸で楽しく歌おうです。いや、呼吸って本当に大切ですよね。特に喉の筋力の低下は誤嚥性肺炎になってしまう恐れがあります。なので歌を歌いながら喉の筋力をつけて、誤嚥性肺炎などの予防につなげていただきたいと思います。そして昔からよく言われていた腹式呼吸、よく聞くけど実際どうやってやるんだろうってお思いの方のために、じゃん、笑いヨガを取り入れた腹式呼吸で歌う。この腹式呼吸という正しい呼吸法を身につけることで、たくさんの酸素を体の中に取り込むこともできます。そして体もポカポカしてくるので、ぜひ皆さんと一緒に体ポカポカ、心ポカポカで歌いたいと思います。シンガーソングライター佐藤ひろこ、ボイストレーナーの佐藤ひろこ、笑いヨガインストラクターの佐藤ひろこ、手話検定3級を持つ佐藤ひろこ、そして介護ヘルパー2級の資格を持ちつつ、レクリエーション介護士2級の資格も持っている佐藤ひろこ、このすべての知識をふんだんに取り入れた楽しい楽しいレクリエーションをご提案していきます。皆様のご利用お待ちしております。